セブンアイホールディングス総合、西部ロフト株式会社ロフトは、生活雑貨を扱うチェーンストア、ロフトを運営する企業。日本及びタイで店舗展開している。セブンアイホールディングス参加の総合、西部の子会社で、かつては旧セゾングループの一員であった。陶器場の本店所在地は、東京都渋谷区宇田川町だが、本部事務所は、 千代田九段北にある西武百貨店が従来の百貨店の枠を破る専門大棚構想を掲げニューヨークの芸術からの活動が双方地区のロフトから始まったことに着想を得てロフトと命名。1987年11月21日、西武百貨店が渋谷西武の隣に渋谷西武ロフト館として第1号店を 開業させたのが事業の始まりである。開業当初は近隣の東急ハンズ渋谷店と品揃えや客層が近く退避されることが多かった。さらにアパレル系メインの百貨店内にあった趣味雑貨部の売り場面積が広げただけに過ぎず、細かなノウハウを持ち合わせていなかったーブロフトだったが、開店準備中に東急ハンズの社長交代により、 専門知識を持ち合わせたハンズ店員が専門分野外に大量の人事移動となり、結果的にそれらの人たちがハンズを退職ロフトへの転職となり、ロフトとしては意外な形で即戦力の大量取得をしていた。百貨店では知り得ないような小さな取引先がハンズとロフトで共有していた理由でもある。その後、日本各地に店舗を展開。 1996年8月8日に株式会社ロフトを設立し、西部百貨店から独立した。2013年8月現在、日本で直営店46店舗、フランチャイズ店7店舗、タイで2店舗が営業している。現在では、こだわりのある生活雑貨を中心とし、東急ハンズとは一線を画すようになっている。親会社である西部百貨店の経営不振に伴い、 2002年にモリトラストが西部百貨店が持つロフトの株式を取得し、以降長らく筆頭株主であったが、2007年3月にセブンアイホールディングスの完全公会社で西部百貨店を参加に持っていたミレニアムリテイリングがモリトラスト及び4所有のロフトの全株式を取得し、子会社化した。これによって再び西部百貨店と同じグループとなり、またロフトが 伊東洋華道系のショッピングモール、アリオへ出展するきっかけになった。2008年3月16日、非正規雇用が社会問題となる中、パートタイマー、契約社員、正社員の3区分を撤廃し、パートの希望者全員を正社員にした。ただし、世間一般的な正社員とは違い、給与体系はその大半が時給換算で、いわゆる月給。 固定給社員の割合は極わずかであり、実際には、正社員、バイト問わず希望者全員が65歳の定年まで、働くことができる、無期雇用になっただけである。本部でも決して、正社員とは言わず、ロフト社員という造語を使用している。2009年8月1日、ロフトの親会社であった、株式会社ミレニアムリテイリングが株式会社、祖号、株式会社、 西武百貨店と三社が合併して、株式会社、蘇ご西武になった。2012年、本部事務所を、東京都新宿区大久保のラムダックスビルから、親会社である蘇ご西武本社と同じ地代田区二番町の二番町、センタービルと一部を、埼玉県埼玉市大宮区の旧、大宮ロフト内へ、に分割して移転したが、2013年に、旧、大宮ロフトの閉店に伴い、 武蔵野市の吉祥寺ロフト内へ再移転した。後に吉祥寺ロフトにあった事務所を千代田区二番町の歌集ビルへ移転。これにより本社機能が一つの町に集結することとなった。2014年8月1日、ロフトと学校法人立命館は人材育成や地域振興を目的とした連携、運営に関わる包括協定を締結すると同時に、同年9月には 日本初の山岳連携サークル、ロフト部を発足させ、京都市の京都ロフトを起点に活動を行う予定であることを明らかとした。歴史的経緯から、西部内にある店舗が多いが、祖号が西部百貨店と共にミレニアムリテーリングの参加となり、ついでセブンアイグループ参加となったため、祖号内の店舗やセブンアイグループのショッピングモールアリオに入店している。 店舗も多い。なお、かつて九州には店舗がなかったが、2007年11月15日オープンの福岡市ジクス天神を皮切りに出店を進めている。業態については、下記の通り表す。2014年10月のサイトリニューアルで店舗規模の区分が見直され、従来のミニロフトが小型店に小型店の一部が、中型店に中型店の一部が、 大型店に格上げされている。詳細は店舗一覧を参照。また2019年夏頃からは区分が大型店のみ表記され、中型店以下の店舗は区分表記がされなくなっている。北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、東京都23区、多摩、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県と山県。 石川県、福井県、静岡県、山梨県、長野県、岐阜県、愛知県、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、岡山県、鳥取県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、佐賀県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、中国大、大久、大宮、ルフト広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。